シオール、まもなく戦闘中域に入ります。はい、いつでも発進できます。こっちも準備完了。行くわよミルフィー。うん、ランファ。データを拝見いたしました。現在のところ商船団の被害は軽微ですが、このままでは持ちませんわ。ブラマーシュの船は足はそれなりに速いですが、所詮は民間船です。積み荷も心配ですし、早く救助に向かいましょう。いや、ちょいとお待ち。補給も大事だけど、無理に戦ってエルシオールが落とされたら元も子もない。ここはエルシオールの護衛に何機か残しておいた方がいいんじゃないかい。了解ですわ。ありがとうございます。了解。これが我々と敵艦隊、そしてブラマンシュ商会の船団の位置だ。我々が今いるのはここ。我々から見て小惑星を挟んだ反対側に小船団がいる。一方、敵は小船団を攻撃している集団と、我々の近くにいるこの集団とに分かれている。敵の編成は駆逐艦と巡洋艦だ。もう一度作戦内容を確認する。了解。では参りましょう皆さん。ああ、落とさせやしないよ。あの商船には私の注文した弾薬がたんまり積んであるんだ。私の小麦粉が、シナモンパウダーが、早く助けないとみんな燃やされちゃう。私のシャンプー、新しい靴、女の子に不自由な生活させようだなんて許せないわ。君たち商船の民間人も守ってね。
それでも白き月を離れて以来戦いには慣れたつもりですが、戦いになれるなんて正直考えたくないですよね。被弾しました。ダメージは軽微。クーデターが起こって初めて平和のありがたみを実感しましたよ。当たった。よし次行こうよ。そんな攻撃当たるもんですか。一日でも早くこの戦いを終わらせたいものですが、攻撃回避しましたわ。ダメージはございません。頭打った。早く平和で戻ればという考えではありませんか。2番機攻撃を始めるわ。攻撃外れちゃった。ロンマイもう一度。私も可能な限りお力になりますわ。平穏な日々を守りますね。言われなくても分かってるわ。回避に成功しました。狙いがそれましたわ。私としたけれど、あらタクトさん、まだ私を見学していらしたんですね。撃たれましたけれど、なんとか回避できました。取り組ました。被弾しました。まだ何度かなりますよ。目標、沈黙、作戦を続行します。バーガーライター、了解。あっ痛いです、でも拝見会、外してしまいました。気を引き締めなければ。なんとか避けられましたわ。攻撃回避しましたわ。ダメージはございません。言われなくても分かってるわ。攻撃目標を確認しました。トリックマスター参りますわ。攻撃は回避。私の攻撃を回避した。意外と素早いね。タクトさんの視線があるから手が抜けませんわね。冗談ですよ。カンフーファイター攻撃開始。狙いがそれましたわ。私としたことが。3番機攻撃を開始いたします。攻撃はし、狙いはそれだよ。もう一度行ってくる。ラッキースター了解。攻撃回避しましたわ。ダメージは5番目。機体強度が低下してまいりました。修理をお願いします。トリックマスター了解ですわ。皆さん修理を始めます。リペアウェーブ発動。カンフーファイター了解。ラッキースターハイパーキャノン。攻撃失敗しちゃった。でもこんなこともあるわよね。了解です。いいところに当たったみたいです。やりました。
ましたわ。攻撃回避しましたわ。ダメージがございません。とくとご覧いただきます。フライヤーダッシュ。はいよ、了解。よし、命中。トリックマスター被弾しました。まだなんとかなりますわ。見られていると思うとなんだか妙な感じですわ。ああ、わかったよ。攻撃が外れました。なんとか避けられました。申し訳ありません、タクトさん。目標撃破。さあ、次はどいつ。はいよ、了解。あれ、タクト、もしかしてずっと見てたの。回避成功。2番機攻撃を始めるわ。当たった。よし、次行こうよ。外れちゃった。回避成功。攻撃外れちゃった。タクト、エルシオリもう一度。やられたりしてないでしょうね。そろそろエネルギーが。まだいけるかな。あっちの巣にしてやるよ。ストライクバースト。敵の攻撃を回避した。それがそれだよ。もう一度行ってくる。攻撃に失敗。もう一度やってみます。敵艦隊撃破しました。よし、なんとか勝てたな。すまないが、紋章機は引き続き被害を受けた船の救助に当たってくれ。司令官殿、なかなかやるじゃないか。小船団の救出を優先しながらもエルシオールを無傷で守り抜くなんて。どんな状況であっても自分に課せられた仕事はきっちり果たす。大したもんだよ。ブラマーシュ商会より物資に被害は出ていないと連絡を受けました。乗組員も全員無事だそうです。それでは滞りなく物資の補給ができそうですわね。安心しましたわ。よかった。お料理の材料が燃えちゃうかと思ってハラハラしちゃった。やった、これで安心してシャワーが使えるわ。乗組員の方々が無事で何よりです。あたしの弾薬。司令官殿、いい指揮ぶりだったよ。代表者から通信が入っています。お助けいただきありがとうございました。なんとお礼を申し上げてよいやら。もしや先ほどご連絡をくださったお客様ですか。承知いたしております。この度はブラマンシュ商会をご利用いただきありがとうございます。もちろんでございますとも。お客様は神様です。はい、時に疲れることをお伺いしますが、先ほどの青い戦闘機のパイロットはどなた様でしょうか。もしや。やはり。それはもう喜んでご連絡させていただきます。ダルノー・ブラマンシュ会長、いや、ミント様のお父様もさぞお喜びになるでしょう。これで私も昇進だ。いえいえいえ、なんでもございません。いや、とにかくご無事で何よりです。それでは早速ですが、こちらの船へお取引のご案内に伺わせていただきます。おいおい、まだそっちの船の救助作業中だぞ。なのにもう商談を始める気か。
承知いたしました。そちら様のご準備が整い次第すぐに参りますので、いつでもお申し付けくださいませ。あら、組織においてはそれほど珍しい人種ではありませんわ。幸いこのエルシオールには少ないようですが。本当にその通りでしたら良いのですけれど。いえ、何も。更新を終了いたしますわ。救出作業、無事に完了しました。もうクタクタよ。早くシャワー浴びてすっきりしたい。補給で手に入った新しいシャンプーが早速役に立つわ。じゃあね。はい。ミントさんは先に出て行かれたはずです。ミントさんがですか？フォルテさんは？そうですか。いえ、別に。あまり気になさらない方が。はい、その方がミントさんにとっても良いことだと思います。それでは私はこれで。どうなさいましたの？そうですわね。そこまでおっしゃられるのでしたら仕方ありませんわね。私にできることでしたらお手伝いいたします。いえ、お気になさらないでください。はい、何でしょうか。私が憂鬱そうだった。ダクトさん、それはきっと目の錯覚ですわ。ことをおっしゃいますのね。私は普段通りですわよ。身長でも伸びたのでしょうか。不思議ですわね。タクトさんの方こそ様子がおかしいのではありませんか。疲労が溜まっていらっしゃるとか。マイヤーズ司令、司令官室にお戻りください。ブラマンシュ商会のヴィンセント部長がお見えになりました。まあ大変、先方を待たせては失礼ですわ。急いでくださいな、マイヤーズ司令。でしたら私がせかさずとも急いでくださいな。
ああ、お待ちしておりました。ブラマンス商会をご利用いただきありがとうございます。ああ、ミント様、よくぞご無事で。我々トルミナ政系外商営業部社員一同、お嬢様のご無事を知って感涙にむせんでおりますです。あらまあ、そうですの。私はこの日をどれだけ待ち望んだことか。これから今日この日を我が部の記念日として毎年お祝いすることに決定いたしました。お祝い。おいタクト、このおっさん信用できるのか。どうにもうさんくさいな。マイヤーズ様、私は深く感謝しております。素晴らしいお客様をお迎えできて光栄でございます。マイヤーズ様には我が営業部から心ばかりの贈り物をご用意いたしました。ぜひお受け取りください。セレブエグゼクティブ社製の最高級宇宙ヨットでございます。優雅なスペースセーリングをお楽しみください。いえいえいえ、ほんの気持ちでございます。さあさあ、どうぞお受け取りください。いえいえいえ、どうかお気になさらずに。いかがですか、こちらの宇宙ヨットは。おお、それは残念です。それではこれなどいかがでしょう。惑星楽園の高級ゴルフ場の会員券でございます。しかも値上がりは確実。さようでございますか。それではこちらの絵画はいかがでしょうか。あの抽象ホログラム派の巨匠ピカールの作品でございます。お気に召しませんか。そうですか。では本日は特別にダルノ・ブラマンシュ著、みるみる金が集まる千の方法を知れば怖くない、全36巻もお付けいたしましょう。ヴィンセントさん、マイヤーズ司令はスムーズかつ十分な物資の補給を強く望んでおられるのですわ。おお、さすがはミントお嬢様、有益なアドバイスありがとうございます。それでは早速商談と参りましょう。こちらが私たちが購入を希望する品目のリストですわ。これら全部でおいくらになりますか。はいはい、こちらでございますね。分かっております、分かっております。もちろん大幅に勉強させていただきますよ。はい、お見積もりいたしました。こちらの金額でいかがでしょう。今回は特別に超特大サービスをいたします。7割8割は当たり前、安値宇宙一の最終価格破壊セールでございます。しかしこの金額はどう考えたって仕入れ値を割り込んでるぞ。マイヤーズ様だけの特別ご優待セールですから問題はございません。あとはここにサインしていただければ。魅惑の商品の数々が破格のお値段であなた様のものになるのです。
こんな素晴らしい機会はまたとありませんよ。はい、かしこまりました。では他のお客様と同じマイヤーズ様だけの特別価格にて。はい、マイヤーズ様、今何とおっしゃいました？もう一度言っていただけませんか？なんですと？すみませんが、もう一度お聞かせくださいませ。マイヤーズ司令は法外な値引きは必要ないとおっしゃっているのですわ。そんな、いや、でもそのようなことをしても全くもって得にはならないわけでして。はい、すでに用意してございますわ。ヴィンセントさん、こちらの契約書を。はあ、本当によろしいのですか？それでは通常価格にて契約させていただきます。早速搬送作業に取り掛かりますので。どうぞお気をつけてお帰りくださいな。ミントお嬢様、会長も心配しておられます。マイヤーズ様、ミントお嬢様のことをくれぐれもよろしくお願いいたします。それでは私はこれで失礼します。補給は30分ほどで完了する予定ですので。はい、私もこれで失礼いたしますが、運ばれてくる物資の整理を行いますので。いいえ、それでは失礼いたします。あの営業部長、見るからにがっかりしてたな。せっかくお嬢様に取り入るチャンスだったのに、タクトが付き合わないもんだから。黙ってサインしてりゃとんでもなく安く買えたものを。昔からお前は変なところで筋を通すよな。ああ、俺はブリッジに戻って補給の様子を見ているが、お前はどうする？わかった。補給が終わるまでは30分ほどかかるらしいな。それまではゆっくりしてきていいぞ。にょ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 、ブロッコリーにょ。エルシオール、クロノドライブを開始します。クロノスペースに突入しました。艦内各部異常なし。今回はだけどな、
クロノドライブ中は安全だからといって気を抜くんじゃないぞ。はい、お疲れ様でした。いってらっしゃい、マイアツシレ。そうか、それじゃあその働く意欲を存分に満たせる仕事をくれてやろう。士官学校からの腐れ縁ってだけだろうな。マイヤーズ司令とクールダラス副司令って同じ学校だったんですか？ねえねえココ、私どう考えてもクールダラス副司令の方が司令官に向いてるような気がする。うん、それは私も同感ね。俺よりもタクトの方が司令官に向いてるよ。みこしとして担ぎがいがあると言った方がいいかな。そういうものですか？ま、お前らもそのうちわかるさ。タクト、お前も誰かを担ぐよりは周りから担がれた方が楽だろ。ほらな、こういうやつなんだよ。というわけで、気持ちよく担がれたかったら司令官らしい仕事をしてもらおうか。実は艦内の物資が不足がちになってきていてな。水や食料、生活雑貨といったものはもちろんだが、弾薬や装甲板といった物資も安心できる量とは言えなくなっている。エルシオールには物資を管理する部署を作っていなかったもので、ブリッジで要望を受け付けていたんです。でもこの頃私たちも本来の仕事だけで手一杯で。そこでお前の出番だ。艦内を回って物資の状況を把握してきてくれ。頼んだぞ。あと1時間ほどでクロノドライブが終わるから、それまでにできる範囲で構わん。いただいていますわ。タクトさん、これからご飯ですか？うわー、大変なんですね、司令官って。昼休みに遊べないで、食事が終わったらすぐに仕事に戻るなんて。まるでバリバリな商社の営業マンみたいです。そう考えるとなんかかっこいいですね。どうして営業マンなんですの？忙しいお仕事は他にいくらでもありますのに。有名ビデオで見たドラマに出てきたの。ドリンク剤を片手に24時間頑張るとってもいい人なのよ。あら、一生懸命に頑張っているからといって素晴らしい人格の持ち主とは限りませんわ。合法的に他人を騙すことに一生懸命な方も少なからずいらっしゃいますもの。でもタクトさんは人を騙したりなんかしませんよね。またまた、タクトさんったら冗談ばっかり。食べるものがなくなっちゃいますよ。
ごめんね、今日はもう品切れなのよ。本日のデザート盛り合わせなら残ってるけど。最近食料のストックが心もとなくなってきてね、いつも余った分を捨ててるのがもったいないから、今日はギリギリしか作らなかったのよ。今更怒ってもしょうがないわよ、司令さん。また夕食の時間に来てちょうだい。それから何かと大変だとは思うけど、そろそろ補給してもらえると助かるわ。どうでした、タクトさん。いいメニューが残ってました？これが本日のデザート、虹色ゼリーの盛り合わせですわ。虹の七色の彩りが美しいでしょう。まあ、そんなにお腹が空いていらしたんですね。食事を抜くのはよくありませんわ。よろしければ、私のゼリーを一口召し上がりませんか？どうぞ。はい、あーん。遠慮なさらずに、さあさあ、どうぞ。お味はいかがですか？大丈夫ですか、タクトさん。美味しいでしょう。七色の合成着色料と人工甘味料が生み出す絶妙かつ不可思議なハーモニーは絶品ですわ。果汁も 1% だけ入っておりますわ。色はとっても綺麗なのよね。今までにこの虹色ゼリーを全部食べきったのはミントだけって話だし。本当にすごいお味ですわ。こんなお菓子を食べられて私はとても幸せです。でも困りましたわね。この虹色ゼリーもいつまで食べられるか心配になってきましたわ。物がなくなってくると不自由しますもんね。そのせいか最近みんなイライラしてるような気がします。そういえばさっきシャワー室でランファさんが何か叫んでいましたわ。あれは何だったんでしょう。ああ、もう最低。こっちもちょうどよかったわ。ねえタクト、シャワー室の水の出方が悪いのよ。髪を洗うのにすごい時間がかかっちゃったわ。おかげでこんな遅くなっちゃった。しかもシャンプーを切らしてて、ボディーソープで髪を洗わなきゃいけなくなって、私の大切なキューティクルがピンチだわ。あんた司令官なんだからなんとかしてよね。女の子が困ってるのよ。ランは、それじゃあタクトさんが雑用係みたいだよ。何言ってんの。舞台内のあらゆることに気を配るのが司令官の仕事でしょうが。じゃあ早速シャワーをなんとかして。それとシャンプーの替えも今すぐ速攻で5秒以内に。
給水制限？シャワーや顔を洗うのも時間制限付きになったりするんですか？なんですって？出撃やトレーニングの後に汗だくのままでいろっていうの？お料理とかどうしよう。お鍋やお皿も洗えないし、お野菜も洗えない。試供品でもらったクレーパックやトリートメントだってまだ試してないのに。まあまあ、お二人とも落ち着いてくださいな。まだそこまで給水制限が実行されると決まったわけではないでしょ。ナンファ、お腹の虫が鳴いてるよ。分かってるわよ。だから食堂に来たんじゃない。いいメニューは残ってるかしら。どうもこうもないわよ。みんな品切れだって。お目当てのホタテと香菜のオイスターソース煮も、南国風レッドカレーも、日替わりランチでさえ何にも残ってないなんて。ミルフィー、あんたの前にある空っぽのお皿、それってホタテと香菜のオイスターソース煮？美味しかったよ。ちょうど最後の一皿だからっておまけで大盛りにしてもらったの。そう、最後の一皿大盛り、いいわよね。あんたは運が味方してくれて。いつもあんたはそうやって美味しいところを目の前でかっさらっていくのよ。なんかいきなりどうしたの？いきなりじゃないわ。最初にミルフィーと出会った時からずっとそうよ。あの時、遅刻しそうなミルフィーに付き合ったせいで道に迷ってパイロット養成学校の入学式に遅刻したわ。そのくせ、途中ではぐれたあんたはちゃっかり間に合ってたじゃない。そんなこともあったね。懐かしいな。はい、そうなんです。ランファとはいつも一緒で、ずっとミルフィーとはコンビのように思われて、その上尻拭いはいつも私に回ってくるのよ。あんたと一緒にいるばかりに私はいつも迷惑してんのよ。お腹が空いてイライラしてらっしゃるのでは？そんな時は甘いものを食べるとよろしいかと。この虹色ゼリーはいかがですか？いや、それはさすがに遠慮しとくわ。そういう問題じゃないわ。きっと次の夕食もミルフィーが最後の一皿を取って、私は何も食べられないんだわ。私、帰る。あ、待って、ランファ。私、ランファに嫌われちゃったのかな。くそ。
タクトさん、ミルフィーさんのことは私に任せてくださいな。どういたしまして。でもきっとランファさんもつい勢いで言ってしまったことだと分かってらっしゃいますわ。何？お説教でもしに来たの？まあね、ミルフィーはいつも首席で、私はいつも次席。結局ずっとミルフィーを抜けなかったわ。あんたね、威張れることじゃないわよ。副司令が首席？っていうか、あんたたちも同じ学校だったの？学生時代からの縁で、社会に出てからも面倒を見続ける、どっかで聞いたような話ね。ふん、星回りって無情よね。別にミルフィーが嫌いなわけじゃないわ。嫌いなのはミルフィーに八つ当たりしちゃう私自身の方かも。あ、まあその別にいいじゃない、そんなこと。何にせよさっきは私も言い過ぎたわ。あのおバカに当たってもしょうがないのにね。当然でしょ？この私がいつまでもうじうじしてるわけないじゃない。さあ、せっかくティーラウンジに来たんだし、ケーキ漬けに何か食べるわよ。ほとんど売り切ればかりでろくなのが残ってないわ。しょうがないわね。コンビニで何かお腹の足しになるようなものを調達してくるわ。あら、タクトさん、また鉢合わせしましたわね。ランファ、あたし、お菓子の材料を買いに来たの。この前、美味しそうって言ってたシナモンパイに挑戦するんだ。あのパイ作ってくれるの？楽しみだわ。うまくいったみたいですわね、タクトさん。お礼には及びませんわ。タクトさんは上官として当然のことをなさったのですから、私が従うのも当然です。なになに、何の話をしてるのよ二人とも。ちょっとした世間話ですわ。ああ、シナモンが売り切れてる。これじゃあシナモンパイが作れないよ。なんですって、せっかく美味しいパイが食べられると思ったのに。ああ、何も食べ物がないと分かったら途端に目が回ってきたわ。私もうダメ。どうもすいません、今倉庫から品出しをしているところなんですが、あと 2,3 時間はかかります。
パンがなければお菓子を召し上がればよろしいのですわ。私の部屋に駄菓子の買い置きがございますの。よろしかったらそれを召し上がってください。あ、それにホールにある自動販売機ならまだ売り切れじゃなかったような気がするわ。ご安心ください。油で揚げたものとかお砂糖たっぷりのお菓子が多いですから、バッチリ栄養補給になりますわ。いいわよ、これ以上お腹が減るくらいだったら何でも食べてあげるわよ。じゃんじゃん持っていらっしゃい。お役に立てたようでよかったですわ。いいえ、困った時はお互い様ですわ。これから館内の視察に行かれますの。では、私もご一緒しますわ。ええ、他にすることもありませんし、お手伝いしますわ。物資の必要量や価格の見積もりも心得ておりますし。では参りましょう。王子はただいま剣術の稽古のお時間でございます。何か必要な品がなくて困っているということはございませんか？シャワーの出が悪いとか、お食事が少ないとか。いいえ、特にそのようなことは。白き月でのお暮らしに比べればそれは不足のことも多々ありますが、王子はご不満を漏らされることもなく現状に満足しておいでです。私も皆様のお気遣いに感謝しています。それでは失礼いたします。芝王子の身の回りには今のところ異常ないようですよね。優先的に物資が供給されているからでしょう。そうですわね。餌の不足が出ていないとよろしいのですが。こんにちは、タクトさん、ミントさん。今日はどうなさったんですか？そうなんですか？それは大変ですね。宇宙オキアミでよければご提供しましょうか？ええ、宇宙イカの好物ですから。でしたら宇宙イグアナの好きな宇宙サボテンはいかがですか？クロミエさん、食料は近いうちに補給をする予定ですからご心配なく。それより何か物資が足りなくなって生き物のお世話に支障が出たりしていませんか？ああ、なるほど。では配合資料をお願いできますか？それなりに余裕を見てはいたんですが、これほど長旅になるとは思っていなかったもので、ローム政権に着くまで持つか心配なんです。他は問題ないと思いますが、
念のため備蓄の様子を見てきますわ。はい、では失礼いたします。ありがとうございます。動物たちも喜ぶと思います。ところでタクトさん、宇宙クジラにエンジェル隊の皆さんの気持ちを聞いてみますか？わかりました。では、少々お待ちください。という感じみたいです。もう一度ご覧になりますか？そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。お待たせしました。他にもいくつか補給した方が良さそうな品物がありましたので、リストにまとめておきましたわ。どれどれ？ああ、なるほど。さすがはミントさんですね。では、これで補給をお願いします。承知しましたわ。タクトさん、これからどうなさいます？はい、お疲れ様です。おや、司令官殿にミントじゃないか。こんなところで何してんだい？こんにちは。なんだお前さんもかい。けど缶ジュースは私たちが買った時点でみんな売り切れになっちまったよ。さっき補充をお願いしたところです。ですがね、コーヒーはそのまま流れてしまったんでしょうか。もう一度試してみてはいかがですか。考えててもしょうがないだろう。そんなにコーヒーが飲みたいんなら何とかしてやろうか。あら、方法はいくらだってありますわ。その通りです。承知しましたわ。では少々お待ちください。自動販売機の前でお金を取り出したらすることは決まってますわ。まだ終わりではありませんわ。もしもし、ミルフィさん、申し訳ありませんが、ホールまでご足労願います。ミント、来たよ。どうしたの？わざわざありがとうございます。お願いがあるのですが、よろしいですか？いいよ、何？そこの自動販売機のコーヒーのボタンを押していただけます？こう？コーヒーが出てきました。なるほど、こういう手があったか。こいつは思いつかなかったね。
わかんないけど、これでいいの？ええ、大変助かりましたわ。ありがとうございました、ミリフィーさん。どういたしまして。じゃあね。はい、タクトさん、お望みのコーヒーですわ。いえ、お気になさらずに、自動販売機の管理元に請求しますから。あら、よく見たらお砂糖が切れていますわ。タクトさん、ブラックでもよろしいですか？補給？そのうち補給があるのかい？そいつは助かるね。じゃあ何かないか考えておくよ。わかりました、検討します。はい、わかりました。フォルテさん、バニラさん、私たちは物資状況の視察がありますので、これで。はいよ、いってらっしゃい。ああ、ちょうどいいところに来てくれたね。ちょいと話があったんだよ。そうそう、実は弾薬が残り少なくなってきてさ。いや、紋章機の弾薬じゃなくて、私がここで撃つための弾さ。クーデターが起きて脱出した時は急いでいたもんだから、あまり弾薬を持ってこれなくてね。そろそろ補充しときたかったのさ。とりあえず45口径の1000発だろ。ああ、これは鉄鋼弾が800に、炸裂弾が200で、あと 7.62mm ライフル弾が1200発、それからショットガン用の12番ゲージ3弾とスラグ弾をそれぞれ500ぐらいずつに。当たり前だろ、他に誰が使うってのさ。ですが、それだけの量を、しかも火薬を使う弾となると、もし民間から調達することになった場合、かなりの金額になりますわよ。いいじゃんか、それぐらい。訓練に使うんだから必要経費だろ。そうですわよ、ホルカさん、私たちはエルシオールという組織の一員なのですから、その輪を乱すようなことはいけませんわ。まあ、複数人が統一した意見として何かをしようとするならば、その限りではございませんか？あはー、複数人でね。しょうがないね、わかったよ。それじゃあ、希望はなるべく絞って、後でブリッジに送っとくから。それでは、失礼いたしますわ。タクトさん、私がランファさんのところへ行ってまいります。承知しましたわ。でも、きっとランファさんもつい勢いで行ってしまったことだと分かってらっしゃいますわ。はい、ミルフィーさんもそんなにお気になさらずに。それでは行ってまいりますわ。
でも私やっぱりランファに迷惑をかけてたのかもしれません。だからランファがとうとう怒っちゃったんです。ううん、ランファだけじゃなくエンジェル隊のみんなやタクトさんにも。私エンジェル隊のお荷物なのかも。え？あ、でも。そうでしょうか。また鉢合わせしましたわね。ランファ、あたしお菓子の材料を買いに来たの。この前美味しそうって言ってたシナモンパンに挑戦するんだ。あ、あのパイ作ってくれるの？楽しみだわ。うまくいったみたいですわね、タクトさん。お礼には及びませんわ。タクトさんは上官として当然のことをなさったのですから、私が従うのも当然です。なになに？何の話をしてるのよ、二人とも。ちょっとした世間話ですわ。売り切れてる。これじゃあシナモンパイが作れないよ。なんですって？せっかく美味しいパイが食べられると思ったのに。はあ、何も食べ物がないと分かったら。こんにちは。任せときなよ。すぐコーヒーが飲めるようにしてあげるから。言うことを聞かない機械なんてのはこうだ。まだかい？それじゃあもう一回。黙って見ておいで。おーれ。お見事ですわ、ブルテさん。拍手。うん、私にかかればざっとこんなもんさ。ほら、司令官殿、熱いうちにお飲みよ。切れてるみたいですわ。今度の補給で要望に入れておきましょう。補給？そのうち補給があるのかい？そいつは助かるね。じゃあ何かないか考えておくよ。わかりました。結果あコンテナはたくさんありますけど、中身は空っぽというものも多いでしょうね。あら、向
こうにランファさんがいらっしゃいますわよ。大きな声出さないでよ。ちゃんと聞こえてるってば。それでこんなところで何をなさっていますの？これの品出しを待ってるのよ。これって多分宇宙コンビニの食品コンテナよ。だからここで店員が品出しに来るのを待ってて一番に売ってもらうの。お腹空いてるから頭に血が上って回転が早いの。あの、私にはこれが食料品のコンテナだとは思えませんが。え？どうして？もし食料品だとしたら鮮度を保つために冷蔵か冷凍保存されているはずですわ。でもこのコンテナにはその装置がありません。ランファさん、やはりここで待っていても無駄なのでは。タクトさんはどう思われます？何それ、どういうこと？私もそう思いますわ。宇宙コンビニのレジの裏にも小さな倉庫がありますもの。なんですって？いずれにしても商品を確実に手に入れるにはここよりも宇宙コンビニの店先で待っていた方が得策だと思いますわよ。わかったわ。ここは速さよりも確実性を取る。そうと決まれば急がなきゃ。そうですわね。さあ次の場所に参りましょう。肥料が少なくなってきたために節約してるんだと思います。公園とはいえ閉ざされた船の中ですからね。定期的に人の手で養分を追加してあげないと環境を維持できないんですわ。お願いします。タクトさん、直接戦いには関係ないですけど自然の植物を見るだけで心が和みますから。もしうまくいかなかったらその時はまた私の買い置きのお菓子をご馳走いたしますわ。その通りですわ。気に入っていただけたようで嬉しいですわ。傑作を作っちゃいますね。
それは楽しみですわね。必要な材料などは後でまとめて教えてくださいませ。わかりました。視察頑張ってくださいね。こんにちは。わかりました。お待ちください。そう。お待たせしました。これをどうぞ。医務室で薬湯を入れてきました。疲労回復に効果があります。いえ。タクトさん、よく見たらこの自動販売機、お砂糖が切れてますわ。補給？そのうち補給があるのかい？あら、マイアズ司令。ひょっとして補給の件かしら。お話はバニラから聞いたわ。今のところは大丈夫だと思うわ。ちょうどその話をしていたところだったのよ。ね、バニラ。はい。患者があまり出ていないため、薬品や医療器具は現在ある在庫分で問題ありません。それは良かったですわ。医療施設が機能しなくなっては大変ですものね。ただ、強いて言えば、コーヒーがちょっとね。普通の飲むコーヒーのことよ。私、豆はロンビコナ成形さん、焙煎はフルシティと決めてるの。でもここに乗り込む時に持ってきた分は飲み尽くして、ティーラウンジから買っていた豆も昨日で売り切れちゃったから困ってるのよ。先生が飲むコーヒーの量は1日平均 13.7 杯です。それは困るわ。なるべく早く補給してもらえないかしら。私、あれを飲まないと集中できないのよ。私もコーヒーがいいです。先生の分も購入してください。まあ、バニラってば。抱きしめて頬ずりしてあげちゃいたい。いえ、コーヒーにしてください。ナノマシン。そういえば、少し足りなくなっていました。
最近尻尾の先が少し短くなってきたのです。短くなっています。ありがとうございます。ではタクトさん、次の視察場所へ参りましょう。他にも何か必要そうな品がございましたら、ブリッジまで連絡してくださいな。まとめて注文いたしますので。話がわかるじゃないか、司令官殿。理解ある上司を持って、あたしゃ嬉しいよ。それじゃ、早速希望をまとめてブリッジに送っとくよ。しっかり注文に入れといてくれ。頼んだよ。うまく弾薬が手に入ったら、ご褒美にお前さんにも打たせてやるよ。それでは、失礼いたしますわ。ありがとうございます。ちゃんと補給して材料いっぱい買いましょうね。あら、この前ケーキはオーブンの故障で作れなかったのではありませんの？わかりました。タクトさんたちも視察頑張ってくださいね。物資の状況を確認していますの。足りなくなりそうな物資はございませんか？ありがとうございます。装甲や交換部品の予備がそろそろ心配になってきていたところでした。とりあえず必要と思われる資材をリストアップしておきます。あ、そうそう、後で報告書を提出しますが、先日エルシオールに侵入した機械の解析がほぼ完了しました。やはりあれは偵察プローブの一種でした。入力された映像データに合致する目標を探索するのが主な用途です。指令の階級書を識別したんだと思います。広告軍の大佐以上の階級を持つ者の姿に偽装するプログラムになっていました。
それで、プローブが探していた目標とは、どんなものでしたの？おそらく、芝王子です。プローブに登録されていたサンプルデータから、10歳前後の子供を探していたようです。芝王子は、白き月からほとんど出たことがありませんから、さすがのエオニア軍も、映像を入手できなかったのではないでしょうか。そうでしょうね。断片的な資料から現在の姿を想像し、それに近いデータを合成したと思われます。そういえば、補給に関することで一つ確認したいことがあるのですが、申請する品物の中には娯楽品を入れてもいいでしょうか？それは、ちょっとお耳を拝借してよろしいですか？あの、リッキー君の新曲を買いたいんですけど。もちろん自費でも買います。視聴用とその予備と保存用とサイン用と周囲への宣伝用に全部で5枚。でも仕事場用にもう1枚欲しいんです。指令はリッキーじゃなくて、音楽が人間の脳に与える大脳物理学的効用がどれほどのものか分かってらっしゃらないんですか？要するに、音楽を聴くことによって作業効率が大幅にアップするということです。そもそも紋章機のヘイローも、何を言うんですか、関係大ありです。まあまあ、お二人とも落ち着いてください。まずタクトさん、クレイタさんが要望を出す分には構わないのではありませんか？では、申請していただきましょう。クレイタさん、その欲しい品物とは何ですの？今ここでリストに加えておきますわ。ギク！あら、どうなさいましたの？品物の内容をなるべく詳しく具体的に、なぜ必要なのかを教えてくださいませ。あ、いえ、それには及びませんよ。よく考えたら、どうしても必要不可欠ってものじゃありませんから。それではまだ仕事が残っているので、これで失礼します。ルルシオール、ドライブアウトしました。各員は通常シフトに移行してください。はい、お供しますわ。戻ったか、タクト。それでどうだった？もともと贅沢な環境なんだから、少しくらい足りなくなっても問題ないと思うんだがな。こっちにも要望が届き始めてるが、本当に必要なのかって思うような品も多いな。これが軍隊ならもっと倹約してるぞ。いずれにせよ、補給はしなければならないのですから、早いに越したことはありませんわ。エオニア軍に追われている身としては、なるべく物資調達に時間をかけたくないしな。そもそも調達先の当てもない。
情報によると、このトルミナ星系のほとんどは、すでにエオニア軍の支配下にあるとのことです。それでは、広告軍と連絡を取ることはできそうにありませんわね。そんなことをしたら、あっという間にエオニア軍に傍受されて、一巻の終わりだな。商船がエオニア軍に通報しないとも限らないし。相手が取引に応じてくれるなら、シャトヤン様からお預かりした金塊が使えるんですけど。相手次第か。逆にローム星系に着くまでに手持ちの金塊を使い果たせば、もう補給はできない。ぼやいてる暇があったら、何かいい手を考えろ。あの、私その条件を満たす商船団に一つ心当たりがございますが。ええ、まあ。この星系にはブラマンシュ商会の外商営業部がございますの。暗号通信回線のパスワードもお教えいたします。そいつは好都合かもしれんな。こっちに会長の一人娘がいると分かれば、通報される可能性も減るか。まあ、心配はしていると思いますけれど。ですが、私が紋章機のパイロットである以上は、そうした危険がつきものであると家族も承知しているはずですが。ましてや父はブラマンシュ財閥の総帥として、さまざまな苦境を乗り越えてきましたもの。これぐらいで動じる人ではありません。もしかしたらミントさんを助けてくれたお礼にって物資を安売りしてくれる可能性もあるんじゃないですか。もうそれは都合が良すぎるんじゃない。人のいい八百屋さんならともかく、ブラマンシュの商人はやり手って評判よ。そうなったら助かるなって言うだけよ。人が好意を示してくれたら、それを受けるのも礼儀ってもんでしょ。ここわかりましたわ。私の無事を伝えるだけならば問題ありませんわ、きっと。私、鬱陶しそうに見えましたか。いいえ、ご心配なく。そういったことではございませんから。了解。じゃあ通信を開始するぞ。まもなくブラマンシュ商会とのランデブーポイントに到着します。けどよく向こうも応じたな。こっちの名前は明かせないなんていう客、普通は怪しいと思わないか。ま、こっちとしては無事に補給ができればそれでいいんだが。いえ、今のところ順調な。あ、ハッピートリガーから通信です。こちらハッピートリガー、今のところ異常なし。あいよ。ところで一つ聞きたいんだけど、この取引を持ちかけたのはミントかい？
ミントが自分からね。いや、ちょっと意外だったもんでね。それだけ物資の状況が深刻だってことかね。実家だからさ。いや、これは私の口から言うことじゃないね。それでいい。刺してやるだけで十分さ。この先のエリアから SOS だ。橋本は、ありゃ、ブラマンシュ紹介だって？こちらでも救難信号をキャッチしました。現在所属不明の艦隊から攻撃を受けて逃走中とのことです。戦闘の状況を確認しました。紋章機にもデータを転送します。いや、所属不明じゃないよ。この解析データからすると相手は例の無人艦だ。連絡に使ったのはブラマンシュ専用の暗号回線だぞ。とすると商船団の動きが察知されたのか。第一戦闘配備だ。エルシオール、全速前進。